久保さん今回、猫にしましょうか。昨日ね、ちょうどね、猫取ったんですよ。そう。<laughs> まあインスタやってるんですけど、僕ね、あのストーリー投稿で、なんかね、まあ、野良猫っているじゃないですか。だけど、あのね、赤ちゃんがいたんですよ。赤ちゃんの。で、赤ちゃんで、生まれどこ生まれたんでしょうね、おっぱい飲んでて。でしかもね、寄ってくるんですよ。その母親の猫と、その子猫ちゃんが寄ってきて。 まあそれをね、僕は動画で撮ってね、ストーリーに投稿したりとか、まあリール投稿みたいなところにもしたんですけど、まあすげえアクションありましたね。可愛いですみたいな。僕は可愛くなくても猫は可愛いって言うね。まあ何が言いたいのかっていうと、自分に仮にね、仮に万が一手持ちのカードがなかったとしても、手持ちのカードはそこら辺にあるんで、あなたが可愛くなくても猫は可愛いんで猫取ればいいんですよ。ね、昔、あの、万町茶合宿の、あの、 なんかあのアヒル、だなんでしたっけアヒ,アヒルダ,ダック撮ってる YouTube の人言いますけど <laughs> アヒルのかわいさは出せないけどアヒル取ればねアクセス取れるって言うね <laughs> そう僕と久保さんがいくら頑張ってねすげえいい話をしてもねアヒルに勝てねえって言うね <laughs> ね、アヒルに勝てますよ勝てないですね <laughs> あれアヒルの動画は結構再生回ってますよねアヒル何でしたっけアヒル YouTube アヒルの、あ,あ、あの、プールが凍ってると知らずにダイブするアヒル、629万回。これ5ヶ月前に久保さん、アヒルスペース YouTube で検索したら出てきたんですけど、プールが凍ってる凍ってると知らずにダイブするアヒル、629万回、はい。アニマルズっていう、アニマルズっていう YouTube チャンネルですね。 チャンネル登録56万人いますね <laughs>、うん。はい。すごいな。629万回1動画で久保さん回せますか億万長者合宿の動画で。どれだけいい話にしても,も絶対無理だな。もうそれ諦めますね <laughs> あ。アヒルに勝てないですね <laughs>。あ、あ、コールダックか。コールダック持ちプル感。1406万回。3年前。コールダックだ。 1400万回回せる動画僕作れないです、ね、うんそうそうこのコールダックの動画はあのあのコールダックをこう持ってるんですけど <laughs> 手持ちのカードじゃなくてあのコールダックを持つみたいなね <laughs> だから何だろうなあの知ら,知らない まあ知らなかったらできないですよね。でもこう、こういうその、自分になくても他人にあるっていう。だから、その、億万長者合宿でも、もちろん、久保さんと僕の経験上からお話しする内容もあれば、他人の話をすることもあるわけですよ。他人の言葉。ね。名言とか、格言とかね。別にそれは自分の言葉じゃないけどね。う だから別にそれでいいんですよね。だから手持ちのカードっていうのは自分の中にもあるんだけど、それすらわからないんだったら他のカード使えばいいだろうし。うん、まあそのね、その、あその,の、野良猫ちゃんに著作権があるのかっていうと、野良猫に著作権は多分ないと思うんで。<laughs> あります野良猫に著作権は <laughs>。まあその、飼ってるね。その昔、その昔僕ライブしたんから外を歩いてたんですよ。で、外歩いてたら、 あのなんだ、可愛い,いあの犬がを連れて散歩してる人がいて、あ可愛い,いつと思って、ちょっと写したんですよ。で、写したら、なんかその飼い主の人が、今、撮っただろうみたいな、来て、いや、あああみたいなね <laughs>。まあ、その飼,飼ってる猫とか犬は、どうなんですかね、まあ、著作権、あるのかな。わかんないですけど <laughs>、ま撮っただろうと、ね、言われましたけど。 うんまあでも少なくても野良猫とかには著作権とかないと思いますので <laughs> いいんじゃないですか取ればうんまあ少なくてもインスタ投稿でも実際にもらってますからね20件ぐらいもらいましたよかわいいっつってうんまあ僕じゃないんですけどね <laughs> やっぱ知るっていうことも知らなければね、だからそ,れそ,れそのカードが価値になるんだっていう、だから発信の仕方というかあ、こういうものでもなるんだと。で、あとなんだ、この前、その、リール投稿もしたんですけど、そのリール投稿でコメントでいっぱい来てるんですけど、何回も見ましたみたいな。もうそのリール投稿のやつがあれなんですよ。 あの蛇口の水道ですね蛇蛇口。蛇口の水あの公園にある水道があるじゃないですか。で、こう、ひねるとこう出てくる,やる、こうやって飲むやつありますよねこう。ひねるとビーって出てくる。ビーって。公園にあると思うんですけど。ね、それを僕は、スマホの,あのスロー動画、240p、240の,あの一番、その、ぶわーっと取れるやつね。 で、撮ると、あの、これがきれいな感じになるんですよ。で、それと夕日、夕日と、その水道のこのやつをスローモーションで撮って、そうすると結構神秘的に撮れるんですよね。で、それも、iPhone の使い方スロ、スローモーション動画で、まあ、コマ120と240があるんですけど、MAX でやるとかなりスローで撮れるんですよね。で、それ知ってるわけですよ。で、そ,それをどう撮るか、撮るかによって、まあ、ちょっと神秘的になる。 っていうのも知ってるし、だからそれやって。で、もう反応取れてますね。まあ、1000回ぐらい回ってますね、これ、リール。で、コメントが今8件ぐらい、8件か10件ぐらい入ってたと思うんですけど、何度も見ました、みたいな。でもその何度も見てくれた動画って、ただスローモーションで撮ってるだけなんですけどね。まあ、あともちろんそれにアうよは付随するような BGM を入れてるっていう。でもその BGM も別にインスタの機能で、別に BGM 入れられるんで,で、それも機能を知ってるからやってるだけであって。 まあ知らないとやっぱできないでしょうね、これ。そう。いいねが今、昨日投稿したんですけど、いいねが342。コメントが10件ぐらいはついてますね。今日朝投稿したのが、ファインダー越しのファインダー越しっていうね、その、写真を撮ってる人の写真を撮るっていうね。 ファインダー越しの私の世界っていうハッシュタグがインスタにはあるんですけど、ファインダー越しのファインダー越しみたいなね。<laughs> ファインダー越しで撮ってる人はまたファインダー越しで撮るみたいなね。そうこれもコメント来てましたね。5、6件来てたなそう。はい。まあでも知らないとね、やっぱできないからね。まあでもそれはね、やっていかないとわかんないですよ。いろいろと。うん。 なんかよくなんか喋れませんとかね顔出しできませんっていうじゃあ顔出し,しせず喋らなくてコールタックにグワグワ言い忘れともいいじゃないですか <laughs> それだから知らなきゃねできないだろうし だ何でも、何でもいい。だから、だから僕は思うんですけど、知れば知るほど、学べば学ぶほど、あ、こういうことでもできるんだっていうのが分かってくるので、で、それを実践して自分もそのアクションをもらうわけじゃないですか。あ、なるほどね、みたいな。学んで実践して、なるほどね、と。あ、こういうことか、みたいな。でそれを繰り返してか、まあ改善というかね、なんだろうな。まあ、それをやっていくと何でもできると思うんですよね。で、今はやっぱデバイスもあるし、環境もあるので、もう本当に今は、 勉強してやった人は、まあ、チャンスいくらでもあるなと思いますね。まあ、チャンスしかなくないですか今、本当に思うんですけど。うんはい、いってらっしゃい。